依田祐希さん、朝比奈彩さん、続いて依田さん、ご移動をお願いいたします。続いて石川さん、お願いします。さあ続いて石川さん、ご登壇いただきます。ありがとうございます。続いて犬飼さん、お願いいたします。心が丸裸になったエピソードを事前にフリップに書いていただきました。どうぞ。浴衣のまま、はい、ちょっとした撮影の、はい、撮影中ではないんですけど、撮影していた時のエピソードで、はい、まあ、丸裸というほどでもないんですけど、ちょっと遠くに行って泊まりがけでの撮影の時、めんどくさくて服を着替えるのが、だから朝旅館を出て浴衣のまま現場に行っちゃったんです。でもう誰かと会うなんて想像もしていなかったので、そしたらなんか流星さん何人か車両に乗ってきて、はい、でやばい恥ずかしいって思ったら流星さんも浴衣姿だったので、すごい安心したっていう思い出が流星さん、そこもしかして合わせたということですか。まあ、そうですね、気持ちは合わせに行ったんですけれど、素晴らしいですね。まあ、正直夏はねやっぱり暑いので、うん、浴衣になってることが多いんですけれど、うん、まあ、そしたらたまたま、はい、まさかのお二人じゃ浴衣姿で、そうです、ということだったんですね。うわー、はい、本当に